どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらデイドナを使って6月ケースレベル15やっていこうと思います。はい、6月ケースね、もうだいぶ編成紹介してね、デイドナ、ウルトナ、無骨とかね、いっぱい紹介してきましたけど、やっぱウルトナもめっちゃ強いんだけど、デイドナもね、やっぱり安定して勝つことができます。しかも早いし同調も楽なんで、すごく使い勝手いい編成になっていて、シェアート階層の軽減ループのね、調整さえちゃんとしてあげれば、あとまあ、かぐや姫とシェアート階層以外で負けることはもうほぼほぼないかなと思います。っていう感じの編成ですね。もうデイドナ未だにね、強いのちょっとやばいですけど、まあ、今日はデイドナ使ってレベル15やっていこうと思います。今日使う編成こんな感じです。はい、リーダーレイトナーです。リダチェン体制にこちら、回収武器継承ですね。バインドチーム HP2 ウェイで火力出していきます。からのニューガンダムです。軽減ループですね。浮遊上限解放遅延2つに、そして光武器継承で火力も出していきましょう。軽減ループかつ火力枠です。はい。からのこちら、パティです。パティに関しては、アシスト向こうに遅延カバー闇軽減つけてますけど、遅延か闇軽減ですね。まあ、連武器つけてあげて、暗闇耐性武器継承してあげてます。パティはね、そう、これ、流明代用しちゃう場合に関しては、どうしてもね、その盤面で、ジンを撃てる必要があります。はい、ジンが撃てないとダメなので、まあ、それこそウィングガンダムの枠とかに三色ジン入れてあげて、っていう風に対策してあげる必要があるかなって感じです。まあ、ただやっぱりね、そのイルム、そしてロミア、シェアと、あと、ボスのエスカマリあたりですかね。で、パティ必要になるので、まあまあまあ、パティはやっぱあった方が強いですね。アシスト向かう未軽減に、暗闇耐性武器継承です。はい。で、からのこちら、アマテラスドラゴンです。浮遊消す内回復潜在に、メタトロン武器継承ですね。はい。で、ウィングガンダムゼロです。浮遊上限解放カムキラーに、こちら、シール吹雪継承です。はい。で、まあ、3ターン遅延と、あとは火力要因で採用してあげてます。で、シール吹雪ナイバーに関しては、アレキサンダー武器とかですね、スキブ遅延武器で代用してあげてください。で、デイトナです。こちら、遅延6つに、こちら、バレリア武器で、こちらがスキブバインドと、あとはチーム HP 武器って感じになっております。はい。で、あと、メタドロン武器に関しては、封印耐性捨ててもらえれば、チーム HP2 つ、2レ武器で OK って感じになります。はい。という感じの編成ですね。まあ、今日はこちらのデイトナ編成を使ってレベル15破壊していこうと思います。もうめちゃめちゃ快適に勝てるんでね、実際に石15個を回収していこうと思います。やっていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。アマテラスドラゴン撃ってあげて、パティ撃ちます。はい。あ、で、撃ち忘れてたシールフデイトナ武器撃ってあげて、で、1コンボ2回組みます。はい、1コンボ2回です。で、リダフレデイトナ変身。からの光武器撃ってあげて3ターンヘイストです。はい。で、からの1コンボ組みます。はい。で、あとはこのまま光の全体攻撃で殴っていきましょう。で、突破方法は2択で、まず1つが光の2ウェイを含んであげて2パンする方法。もう1個は光の合算とか含んであげて、ワンパンする方法ですね。まあ一応ワンパンできる方が楽っちゃ楽なんで、狙えるならワンパンでいいと思いますし、まあ全然ツーパンでも大丈夫です。はい。今回はワンパンできなかったんでツーパンしていきましょう。盤面に光のね、8個用意しといてあげれば合算組めると思うんで、光合算で突破する方が、まあ楽は楽ですね。はい。まあ全然ツーパンでも OK です。これで倒していきましょう。さあ2階層です。2階層は盤面光読んで倒していきます。はい。でも初手通パンしてる場合は欠損時デイトナ打てますので、そちらもどうぞ。はい、ただまあここは光読んで簡単に倒せますので、盤面光読、まあ大抵あると思います。デイトナの目覚めがあるので、デイトナ目覚め生かして光読んで倒していきましょう。3階層は何もせずに突破です。はい、これで突破で4階層です。4階層はデイトナ打ちます。はい、リーダーデイトナ打ってあげて、アシスト無効回復しながら殴っていきます。これでしっかりと光の L 死にセットプラス光4含んで殴っていきます。最悪アシスト無効回復できれば何でもいいんで2パンしてください。で、ここもデイトナ打って倒していきます。はい、ワンパンできた場合は次の階層で残りデイトナ変身、2パンの場合は普通にデイトナ変身して倒していきます。で、ここからまあ次の階層で遅延食らわない限りは一生デイトナループです。次の階層遅延食らったらそこだけ気合で盤面で倒してください。5階層です。はい、もうここからデイトナループ開始です。光の上で殴っていきます。こんな感じでしっかり HP 回復してあげて突破していきましょう。11コンボです。光の上で破壊していきます。ナイスよ。この遠征ほんと火力高いんでね。で、6階層です。ここは普通に殴り合いなんですけど、まあ一応ね、ニューガンダム打ってあげて大丈夫です。はい。この階層まあまあ敵強いんで、ニューガンダム打ってあげて、まあ、ウィングとかも打ってあげていいっすね。でもこれで削っていきましょう。
序盤ウィングとかも使わないからね。ニューガンダムも、11階層、12階層あたり撃てればいいので、ここは一発撃ってもらって大丈夫です。はい。ただ、その後はループしないようにね。11階層でこの遠征、雨ドラ確定撃ちするんですけど、実は。そう。で、ニューガンダムも軽減何も考えずにループしてるとね、アマテラスドラゴンで上書きしちゃうことがあって、ちょっとうざいんで。うん。って感じです。そう。基本的にね、ルビドラがね、乱入で来なかったら、結構この編成、軽減ループとかも自由に使えるんだけど、ルビドラがいつ来るか分かんないので、ニューガンダムはルビドラ対策で、ちゃんとね、温存しておくのが大事になります。はい。で、ここも光の上で倒していきましょう。はい、これでしっかり光の上含んで、ちょっとこれ軽く出すぎかな。光の落ち込み来そうだし。あ、ちょっと出すぎですね。まあでもこれとりあえず削っていきましょう。はい。全然これね、ダメージ向こうが切れてから突破しても全く問題ないんで、もう好きにどうぞって感じなんだけど。はい、じゃあこれで倒していきましょう。はい、こんな感じで。そう、ここね、別にこれ、5体内に倒しきれなくても、こいつら無効貫通切れたと発狂とかしてこないんですよね。ゆっくりで突破で大丈夫です。はい、7回、そう。ここは普通にデイトナを打って突破していきましょう。デイトナを打ちます。こいつの後ルビドラ来るのめっちゃ萎えるんだよな。多分俺の予想なんだけど、ロミアの後と、ロミアの階層とロミアの後の階層には多分ルビドラ乱入してこないと思うんですよね、多分。ただこの後だけは乱入してくると思うのでちょっと怖いですね。まあこれで倒していきましょう。8階層です。でも普通に追い打ちで倒せるから大丈夫ですね。関係ないわ。なんもないです。はい。ここも殴っていきましょう。よいしょ。はい、これでしっかりとここは、散搬していきましょう。こいつね、結構発狂ライン広いんで一応注意です。はい。うわ。これはだいぶ削れそう。いいっすね。ナイス。まあ、発狂ライン広いキャラなんで、発狂ラインだけ入らないように意識しながら殴っていきます。こんなもんかな。光のウェイプラス、まあ、三消し含んであげて、一発削り。あ、ちょっと発狂はなしで。大丈夫かな、多分。まあ、いくら発狂ライン広い言うても大丈夫やろ、これは。で、デイトナ打って倒したいんだけど、ちょっと盤面悪いんで、パティ打って、デイトナ打って倒しましょう。はい、この次の階層ノアなんでね、そう、全然パティは打てます。あくまで PDC の立ち回りは一入れなんで、ダンジョンデータ把握してあげて自由に立ち回れるのが一番強いのは強いです。はい。ただ、まあ、レベル上が初めてありますとかって人は基本的には PDC の通りで大丈夫なんだけど、まあ、こういうなんか、うわ倒せなさそうって時はパティとか打っちゃって大丈夫です。前半はで、ここはノア固定で、ノアはね結構突破方法2パターンあるんですよ。1つ目はもう光の3ウェイを3セットかける2回とか組んであげて、まずもう2パン、全力2パンする方法ですね。まあ急いでる人はこれがおすすめなんだけど、まあ別にレベル15はそんなに急がなくていいんで、まあ楽な方法で言うと、まず2ターン耐久するんですよ。こんな感じで2ターン光の上で削ってあげて耐久、まあ、できるなら全力2パンがいいんですけどね。はい、こんな感じで耐久してあげて、で1コンボ攻撃し、1コンボ攻撃し、1コンボ突破って感じです。はい、まず1コンボ組みます。はい、で光の5で耐久です。はい、これでリダフル激減貼ってあげて耐久します。はい、次1コンボ組みます。お邪魔目覚めと水花火食らいましょう。でこれルーレット消してます。ちなみに今ルーレットうざいんでね、1コンボ組みます。で光の攻撃して1ターン耐久です。うん、そしたら次にルーレットを使ってロック解除しましょう。木の L 字組みます。はい、 OK、 これでまた1ターン耐久してあげて、で突破するんですけど、これ突破時にできれば盤面に光と木をですね多めに残してほしいです。盤面にできれば光と木を多めに残してください。なのでこんな感じですね。もうこれでやばい、難しい。できるだけ光と木を残してから突破していきます。でこれがめちゃめちゃ大事で、これ次のね、マジであいつが超運ゲーなんですよ。11階層の影姫が、
影姫対策でできれば盤面に光と木を残してください。これできなくてもいいんですけど、できた方が影姫の突破率はめちゃめちゃ安定します。はい、11階層です。でここで雨ドラ打って L 字にセットプラス光のウェイ組みましょう。でこれもし盤面悪い場合に関しては1ターン敵のうざい行動を引かないことを祈って、あの盤面耐久になります。はい、もし 2L 組めない場合は倒せないんで。で今回はちゃんとね盤面整理してあげたおかげで組めるので、こんな感じ全力で、よいしょ、はい、これで光ウェイ引くみながらしっかりと、あ、ちょっぱ待って、最悪。でもさ、これ別に削れるくない？あれかもな、アシスト部分を回復しないで殴るのも一個の選択肢としてある。いや、てかそれでもいいけどね、全然。あ、でも敵の行動うざかったら詰むから、できればアシスト部分回復してほしいですね。うん、最悪2メイで組むのはありかも、まあ、ただできれば最初にアシスト部分回復してあげて殴ってもらえればリーダーバインドとかも食らわなくて済むのでおすすめです。はい、あとはこのまま2パンっすね。まあ、最初に30パー以上必ず削ってあげて2パンしていきましょう。で今のは全部まとめて PDC に書いておきますので、もしやる人は PDC 見てほしいんだけども、そうですね、まあ、だから2択よね。最初に消える光エルちゃんと含んで2ウェイで30パー以上削るか、まあ、もしくはもう光の2ウェイだけで全力で削ってあげてね、でその後突破するっていう感じでもいいのかな。うん、どちらかでお願いします。でキングルビーですね、ここは絶対にニューガンダムかアマダラの軽減が必要になります。そうで、なんで序盤でニューガンダム軽減ループしないかっていうと、まさにこんな感じでアマダラのターンが切れた後にニューガンダム軽減ループが残ってなくて、しかもルビドラが乱入した場合に2になっちゃうんですよ。そう、まさに今みたいなケースね。ちょうどこのタイミングでニューガンダム打てるからいいんですけど、もしこれニューガンダム序盤でループしてたらここでニューガンダム打てなくなってるんですよね。そしたらルビドラで確定負けになっちゃうので、序盤はニューガンダム、まあ、イルム階層で打ってからは温存で、逆にこっからとか、あとルビドラがもう出てからは基本的に、ループで問題がありません。またループしたくなるのは、シェアト階層ですかね。シェアト階層だけはまたちょっと立ち回りがややこしいのでご了承ください。はい、これで16コンボ組んであげて殴っていきましょう。17コンボです。これで2パンしていきます。ナイス。そう、このためのニューガンダム温存でした。はい、13階層です。ここはワンパンしていきましょう。デイトナワンパンです。よいしょ。はい、もうこんな感じで光ベイ組んであげればここご利用せます。光半減だろうとね、デイトナめちゃくちゃ強いんであんま関係ないですね。光の上でしっかりとワンパンしていきます。ナイス。さあ続きまして14階層です。14階層はドラゴこいつか、そうだこいつ確定だわ。ここは1コンボ2回組んでから突破です。はい、6対戦 100% なんで1コンボ2回組みましょう。はい、でデイトナ打ってあげて倒していきます。これ最初に編成組んだ時さ、毒耐性積んでなかったんだよ。だからこいつのこと完全に合わせてるってさ、地獄見たんだよね1回。この毒耐性 100% 必要っていうトラップね、マジ注意です。意外と忘れがちだけど絶対必須なんで毒耐性 100% は。はい、これで倒していきます。で15階層です。ここはね普通に2パンっすね。まず一発目は発狂入りたくないんで、ちょい軽めにこんな感じで軽め殴りしましょう。光のウェイだけとかで、まあ、こんな感じで削ってあげて軽め殴りです。 OK で、あ、ニューガンダム打ち忘れてる。ニューガンダム打ちましょう。うわ、ちょっと盤面あんま良くないな。でもいけると思うんで倒します。結局盤面コンボ組んであげればねこれ押せると思うので、はい、こんな感じで光の 2way 含め全力コンボ組んでいきましょう。まあ、さっき11コンボとかだった気がするので、あ、これだと16コンボなんで倒しきれると思います。 OK、 突破していきましょう。2パンです。さあ16階層です。イザナミは1ターン待ってから倒します。はい、もうこれで初手どうせ倒せないんで初手待ちます。ウェイン耐性 100% なんで安心してください。バインド耐性も 100% です。はい、まず一発こんな感じで耐久します。こいつワンパンはもう絶対無理なんで、光ドロップまあ温存してあげて適当に一発殴り、でからの封印食らいます。あの封印耐性で弾きます。はい、で殴っていきましょう。メドドロン武器代用してる場合だけ封印が 80% になってますが、それがここで封印食らうことはありません。まあ、ちなみに封印耐性運ゲーも 80% だろうとこの階層しか封印多分来ないんで、まあ別にそんな問題ないですね。
ここでも逆に言えば確定で封印飛んでくるんで、まあ、80% の場合はちょっとだるいんで、このテンプレ通り組んでもらえれば封印 100% で安心です。絶対に食らえません。で17階層です。ここはまあ普通にワンパンするだけです。はい。で一応ここもね、突破時に盤面に光と木を残しておけるとすごく強いです。こんな感じで、木が消えちゃってる。むずくないこれ、光絶対消えるやん。まあいいか。まあでも光のベイ含んでちょっと木残しながらね殴りましょう。15コンボです。さあこれでワンパンしていきましょう。 OK。 で18階層です。ここはもうこれ何ターンかけて突破しても大丈夫な場所なので、この階層は焦らずに突破していきます。はい、これで、まあ、こんな感じで L 字だけ組みながらしっかりアシスト無効回復してあげて殴っていきましょう。5ターン後に発狂がないんですよこいつ別に。だから5ターン以内に突破する必要が全くないので、まあ、適当に殴ってあげれば大丈夫です。逆に序盤とかでリング打ってもらっても大丈夫なんですけど、どっちみちそうあんま意味ないですねこれ別に。打ってもいいんですけど結局倒せないんで、あ、まあでもせっかくウィングあるんで、まあ、ここは打ってあげて殴っていきましょう。ちなみにパティは絶対温存ね、半分時どちらもパティ使うのでパティは絶対温存してください。パティ打つと一気に終わりです。積み角になっちゃうのでパティは絶対に温存してください。はい、これも殴っていきましょう。オッケー、このまままた削っていってあげて、本当に硬いっすねこいつ普通に。はい、これで半分まで持っていきます。あ、やべ、ニューガンダム打ち合わせれてる。ニューガンダムこの後置こう。ニューガンダムの軽減ループに関してはこの階層までと、ごめんなさい、シェアト階層までですね。シェアト階層まではニューガンダムの軽減ループがなくても耐久はできます。ただシェアト階層は半分削る際にニューガンダムの軽減がないと単純に半分で発狂で死ぬので、まあ、実質的にシェアト階層から軽減ループは必要になってきます。はい、ここまでは特に問題はないです。はい、これでまず一発殴ってあげてから、あとはもうこれでねやっと消えますので、あれがデータ打って突破していきましょう。まあ、全然これワンパンでもいいですし、ワンパンできなかったらこのままツーパンしていきます。はい、このダメージ無効が消えてから突破で大丈夫なんだね。はい、これで突破していきましょう。 OK。 さあ続きまして19階層です。あ、これめっちゃいいっすね今この状況。これちょうどウィングガンダムが、間違えた、ニューガンダムの軽減が5とか4とかの時が一番良くて、まずちょっとですねデイトナからのウィングガンダムで殴ります。はい、ここまず一発のウィングガンダム殴りしましょう。 OK。 半分じゃパティ必須なんでね、パティ溜まるかどうかだけ注意ですが、今回は溜まるので、はい、これでまず一発殴り OK。 で15個無効食らうのでここもデイトナで一発殴ります。はい、ちなみに毒お邪魔目覚めがないんで、それこそ欠損する可能性はあるので、もし嫌だったらフレンドの遅延を捨てて毒目覚め体制とかにしてもらっても大丈夫です。はい、ただまあ結局リーダーはまああれですね、ピラチェンなんで、どっちかは毒かお邪魔どっちかを食らいます。はい、そんな気にしなくていいと思うけど、一応欠損怖い人は注意ぐらいですね。で半分時しっかりと HP 全回復しながら殴っていきましょう。いきます。 HP 全回復必須です。全回復必須っていうか、覚醒無効時の HP までは回復する必要があります。はい、なのでこんな感じでしっかりと光の 2way 含みながら回復音消しも含んであげて殴っていきましょう。ブレンド毒目覚め耐性全然ありだね、そっちの方が良さそう。でこれで半分まで持っていきます。はい、ニューガンダムの軽減ありの状態で半分まで削ってあげて、はい、でパティからの雨ドラ打ちます。でここね注意してほしいことなんだけど、まずこの次のターンか、その次のターン、まあ、アマテラスドラゴンの軽減が晴れるまでにニューガンダムが撃てる場合はもう何も考えず突破して OK です。でもしニューガンダムが撃てない場合に関しては、この階層で、まあ、光の5消しとかをしてあげて、まず待機をします。必ず
必ず耐久をしてもらって、エスカマリ階層の先生から死にますので、そうニューガンダムの軽減ループを再開してから突破してください。そうで今回の編成はこれもう何ら問題なくね対策できていますので、このまま殴っていきましょう。そう絶対これね必須なんで注意してくださいね、マジで。次の階層のエスカマリから攻撃すべてニューガンダムの軽減が必須になるんですよね。そうだから絶対にアマドラループが切れたタイミングでニューガンダムが撃てるかどうかを確認してもらって、撃てる場合突破、撃てない場合は耐久って感じです。はい、あでちなみにあのシェートに関しては耐えれるんでね、安心してくださいね。耐えれないのはあくまで次からなんで。はい、なのでここはしっかりニューガンダム撃ってあげて、これで殴ります。いやこれフレンド毒目覚め耐性一択やな。でも思ったよりシェートの目覚め強いしね。 OK、 これでしっかりと殴ります。オッケー。まあ、ただしっかりとこれでねニューガンダムループ再開できてますので大丈夫ですね。はい、これで15項目で殴っていきましょう。まあ別にでもねその毒目ダム耐性なくても余裕で勝てるんで大丈夫ですけどね。まあ、ただ一応ね、あおウィングガンダムむっちゃ忘れてるやん、ごめんめちゃめちゃウィングガンダムむっちゃ忘れてた。まあまあいいでしょう、データ打ちます。はい、これで突破していきます。で逆に言えばこっからですね、あのウィングガンダム打ち忘れは即死になります。そうで本当、いやそんな打ち忘れるわけないじゃないですかって思ってる人いるかもなんだけど、意外と打ち忘れるんでマジ注意ね。なんで打ち忘れるんですかね軽減ループって。本当にリングガンダムの軽減ループ忘れた瞬間に死ぬのでマジ注意してください。瞬間に死にます。はい、これで倒していきましょう。さあ続きましてボス、ここはもうひたすら殴るだけです。最初光闇吸収だったかな、なんかうざいんですよね。そうで最初でだからリング打ってあげて殴っていきましょう。ここからはウィングガンダムの軽減ループ忘れなければ負けません、マジで。ウィングガンダムの軽減ループ忘れなければほぼ勝ち確、忘れたら負け、それだけです。なので、まあ、パズルミスはできるだけないようにしてあげて、あとはウィングガンダムを打ち忘れないようにしていきます。はい、まあ超クライム目覚めもデータ変数だったらそこまでは影響ないんでね、そんなパズルむずくないから。で光吸収来たらパティ打ってください。待って、パティ打ってよかったっけな、俺こいつの半分時行動 450% ありゃいってこと以外覚えてないんだけど。よいしょ、はい、これでしっかり光の上で殴っていきましょう。またここも14項目んであげて削っていきます。はい、もうひたすらこれで殴っていきましょう。でエスカマリはルーレットループみたいなノリで毎ターンルーレットを作ってくれるんですけど、逆に言えばこれのおかげで、そうあの絶対に事故らないんで安心です。あ、まあどうせ半分じゃこいつ割合だけなんでいいっすよ、パッて言って。うん、これでなんか花火とかあったらめっちゃやばいな。でもマジでこいつなんかそういうことしてきたイメージがないんで大丈夫だと思います。はい、でここもしっかりと回帰音消し含みながら13コンボ組んでいきます。45、16、17、さもひたすら光ウェイで殴りです。いいね、うんうんうん。でデータ直しましょう。はい、これで回復音消し含みながらの光のウェイ含んであげて14コンボです。このまましっかりと半分まで持っていきます。半分時は 450% で食らいますが、まあ所詮はそれだけ。うん、なんでしっかり耐久していきましょう。やっぱそうだよね。であとはデイキャナ打ってあげてニューガンダムループ再開でまた殴っていきます。回復激減はまあまあまあうざいんだけど、ちょアマドラがいるから大丈夫でしょう。はい、もうこれでひたすら光の上で殴っていきます。ここら辺でアマドラも溜まり直してると思うので、 OK、 削りながらやばくなったらアマドラ打ってください。最悪、はい、データナ打ちます。リング打ちます。はい、で殴っていきましょう。まあ、ただ言うてよいしょ、ルーレットが本当に強いので、そうルーレットで回復音消し2セット含んであげてれば大丈夫だと思います。指もそんな短くないんだよこの編成、連武器のおかげで。はい、なのでこんな感じでその分回復組んであげてこれで殴っていきましょう。3セットかな、回復する、うん、アマドラありの場合で2セット、なしの場合で3セットですね。組んであげて耐久。あとはデイトナ打ってあげて倒していきましょう。もう十分ですね。
かりとこれで、やばいやばい、これでミスるとか笑えんからな。はい、しっかりと回避運ゲシ組んでが、あ、違う違う、光の運ゲシ組んであげて、これで突破していきましょう。さあ、ということでですね、今回はデイトナ編成を使ってレベル15を攻略する動画でした。まあ、結局デイトナやっぱ強いっすね。こうやって簡単に勝てちゃうので、マジで優秀なキャラだと思います。まあ、ボスの半分でのパズルとかね、気をつけてもらえればまあ大丈夫ですし。しかも、アマドラが溜まってるんでね、属性吸収クソグダルとかない限りはもうほぼ勝てると思います。もうめちゃめちゃ強い編成なんで、ぜひよかったら使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。